嵐の松本潤、39、主演の NHK 大河ドラマ、どうする家康は23日嵐、その第28回、本能寺の変で、平均世帯視聴率 12.7% と、V 字回復。翌週30日放送の第29回、伊賀おこし、エロ、も 11.5% を記録した。一時は一桁に落ち込み、ここ最近は二桁をなんとかキープするのに、必死だっただけに。ようやく明るい兆しが見えたかと思われたが、大河ファンの不安は拭いされない。15.4% でスタートした、どうする家康だが、徐々に視聴率は、下が、定期、第20回、5月28日以降は 11% に、満たない状況だった。第27回、7月16日は 10.0% だったところ、本能寺の変を取り上げた第28回は 12.7% と、V 字回復した。今回の大河はスタートから織田信長演じる岡田准一の存在感が際立っていたこともあり、本能寺の変の注目度は高かった。オンエアでは信長が敦盛を舞うシーンもなく、明智光秀の敵は本能寺にありという名台詞もなかったのですが、岡田信長の最後にふさわしい演出だったと評価されています。芸能関係者その勢いのまま、伊賀越えがテーマの第29回も高視聴率だった。ただこの回を見て不安を覚えた大河ファンも。なぜなら、羽柴、豊臣秀吉の中国大返し、明智光秀を討つ山崎の戦いという歴史的イベントがあっさりと終わったからだ。どうする家康に批判的な意見で多いのが、合戦シーンが物足りないというものだ。家康が武田信玄に完敗した三方ヶ原の戦いこそ2週にわたって放送したが、それ以外はさらりと終わることが多かった。往年の大河ファンからすれば、やはり合戦シーンは欠かせない。中国大返し、山崎の戦いに直接家康は参加していないとはいえ、築山殿事件にあれほどの時間をかけるのなら、歴史的イベントをもうちょっとしっかり示唆し、いてほしいなというのが本音です。どうこの後、天下分け目の関ヶ原の戦い、大阪冬の陣、夏の陣など家康を描く上で欠かせない合戦が控えている。大河ファンを失望させない合戦シーンを描けるか。視聴率は関東地区、ビデオリサーチ調べ